お風呂から上がってきたんですよ、うん、今ね、えー、と8時40分ぐらいかなそれぐらいだと思うんですけどね、うん、お風呂から、ね、出てきましただからねお風呂から上がったばっかりだからねほらなんかこうぽなんか何ゆ,ゆ,でゆでだこゆでだこどすこいうんなんかあったかそうでしょね <laughs> 気持ちいいですやっぱりねお風呂から上がったあとはね体中がポカポカしてるからねこうまあ 今日は若干寒いんですけど今日3月の終わりなんですけどねなんか若干寒いんですけどなんかねあったかいですうんもうあの暖房消してもいいか今暖房ついてるんですけどねうん消そうかなでねさっきも言った通りね今3月の終わりなのでねもうだいぶまあ寒い時期は終わってきてるんですけどねなんかまあ微妙に寒いんですよだからね <laughs> まあヒートテックですよねんこれはねいてます、はい、履きますすはきこれねこ、この動画でね初めて「ドスこイのこう下着姿というかね見た人もいるかもしれないですけどね実は「ドスコイはね夏とかそういう時になるとね結構この格好でね結構動画撮ってるんですよ。あの、去年とかね去年の夏の動画とか見返してもらったら分かるんですけど「どすこい」基本的に この、この、あの <laughs>、もう下着姿ですよ。もう暑いから <laughs>。で、今年もね、そういう風にな,なる可能性が高いんですけどね。まあ、今まだね、3月の後半なのでね、んあのそういう、それだと寒いのでね、んこうやってね、あのあれヒートテック着て、で、よいしょ、さっき持ってきたね、この、この服ですよ。これね、今日、あのまだこれ、おじいパンですけどね。ん あのまあ、今日ずっと着,着てた服をもう一回着るんですけど、うん、あの2日に1回ねあのああの洗濯してます、うん、まあ洗濯してますって今自分でやってるかのように言いましたけどまあまあがやってるんですけどね <laughs> そうまあ、まあがやってくれてるんですけどそのままのねその何あの負担をね減らすためにねあのまあ2日に1回にしてます。 んだって、まあ、毎日洗う必要ないでしょ。ね、まあ、それは毎日洗った方がきれいですけども、匂いとかね、きれいですけども、まあ、別に人に合うわけじゃないしねんあのあ。お風呂は毎日入ってますよ。もちろん、もちろん、あ入ってますよ。うん、入ってるんですけどね。あの服はちゃんとあの、服は2日に1回です。 でね今まだこう電気ついてるじゃないですか。今ちょうど9時頃になったんですけどね。大体いつもお風呂に入って出てくるまではね、電気つけてるんですよ。かめっちゃ雨降ってる。つけてるんですよね。なんですけどね、お風呂から上がった後っていうのはね、まあどすこいの中ではまあ夜。だからお風呂から上がって初めて夜なんですよ、僕の中ではねあの僕いつもね。 あの、11時、10時55分に目が覚めて11時に起きるっていつも言ってるでしょ午前11時に朝起きるのでね、普通のショットよりとね、ちょっとこう時差があるというかね <laughs>、違うんですよ。あ、うちの家ね、ちょっとね、晩ご飯の時間がおかしくてね、あのー、えっとよ、晩ご飯5時、夜の夕方5時に食べるんですよ。うん、で、どすこいはお昼と朝兼用を11時に食べるんですけどね。まあそういう生活なんですけど、だから11時に起きてね、ご飯食べるから、その、 夕方5時の晩ご飯までの時間っていうのはね「ドスコイの中では午前中なんですよ。うん、夕方5時まで午前中。で5時にご飯を食べ終わってから午後っていう感覚です。<laughs> ね、だからあの6時とか7時はまだね夜でもまあ朝とか午前中でもないまあ間の時間帯というか <laughs> まあ夕方ですかね。時、う、時、ん、時から7時か8時ぐららぐいまで夕方 うん。っていう感じなんですよね。で、あのー、えっと7時半とかぐらいからね。お風呂に入るんですよ。うんでね。まあ、今あのちょっと僕の結構長風呂なのでね。で今出てきてね。ま8、今9時頃なんですけどね。で、話がだいぶ長いんですけど、で9時を過ぎると9時とか。まあうんお風呂が上がってきて、このね。服も着替えてね。ちゃんとこの服、このこの状態になったら電気をね。消します。ほら枕でし。 ね、で,、ま、でえこのその後この真っ暗な状態の中であのずっとねあの起きてるのって思うでしょあちなみに今からね、えっと、夜中の2時ごろまでずっと起きてるんですけどねでもね違うんですよ今ちょっと若干移動してきたんですけどねこれ関節照明んこれをつけてねこの状態この状態ですよねこれとあと,りあのあとあのプリンちゃんのねこれね あのライト、ね、光ってるでしょこのライトとこのライトだけの状態で生活します <laughs> これね前回のルームツアーでも紹介しましたけどこれねあのスタンディングデスクここにね、まあ、立ってでまあいろいろこの上でね iPad ここにはめてでまあ作業する作業っていうかなんかこういろいろやったりするわけですけどねで生配信するときはこっち側でねまあこのライトを使ってこのライトをこうつけて あっね、帰ってここで生配信とかしたりとかもするんですけどまあ最近あんまりね夜中に生配信やってないですけどね、うん、であと疲れたらここにまあ座るみたいな、うん、っていう感じですでねあの夜のねプリンちゃんのねこのライトがねめちゃくちゃあの綺麗っていうかこのねこのライトね、えー、いつだったかな1月か2月頃に新しく変えたんですよねちなみに古いライトは これなななんですけど見えないかな、まあ、このライトなんですけどねこのライトはね、光がこう、バーっとこう、なんていうの全方位にこう、ぶわーっと行く感じなんですよ。ちょっと言ってることわかんないかもしれないですけど、このね、ライトはね、あの、ほら、こう、ライトこう、何、スポットライトみたいな感じでね、こう、なんていうのあの、無駄に広がらない感じなんですよ。だからね、こうほら、なんか、 おしゃれじゃないですかこの感じ。ね、おしゃれでしょね、僕ね、これすごい気に入ってるんですよ。プリンちゃんがすごいね、ロマンチックな感じにね、見えてね、ほら、かわいいでしょほら、いい感じでしょね。<noise> でね、今も、えー、夜中の2時半ぐらいになったんですけど、あのー、ま、だいたいそれぐらいの時間になると、ドスコイは寝ます。 んてかたれね、で、あのこのね、あの関節照明はつけたまま、うん、つけたままね、このこっちのね、しょ、このベッドの方に、こう、まあ、これねベッド、もう見えてないですけど、まあ、ベッドなんですよ、これね、行って、で、あの、このプリンちゃんのね、このライトですよね、これをね、消します、消してね、よいしょ、うん、でね、あの、ベッドの中に入って、寝ます、うん、ちょっと見えにくいのでい、今、あの、この黄色のライトだけつけますね、あのつ、つけ、つけないんですけど、 まあ、これね、こうやってめくって、ね、ゆいっとこめくってね、これ中に入って、もう見ほとんど見えてないかもしれないですけど、<laughs> まあまあ、ナイトルーティーンなのでね、まあそっちの方があのリアルでしょ。はい。で、はい。でしょ、こうやってね、中に入って、あ、実際このね、上,上着は脱ぎます。<laughs> まあ脱ぐんですけど、まあ、まあ、とりあえず、今日はこれでいいでしょう。はい。こうやってね、中に入って、はい。おやすみなさい。 こうやって寝ますでね、まあ、前,回前回か前回かわからないけどそのルームツアーでもね言ったんですけどこのね、まあ、これベッドですよねドスコイがいてねこのベッドの横にねこれ社員さんドスコイ株式会社のね投身自殺を図った GoPro とかね、まあ、あとこのポンコツ iPad があのまあこの何ていうのが、ね、寝っ転がるこうベッドがあるわけですけどね。 <laughs> まあこの子たちにねやっぱり餌あげないといけないのでね女子が寝てる間に餌を食べてってもらいますこれねこの、まあ、充電のスポットがあるんですけどこれをこう差し込んでねよいしょ、まあ、片手じゃちょっとできないかな、まあ、できないからこうしときますけどもんこれでね、あのー、充電をしてあの明日の朝になったらまあお腹いっぱいみたいな感じかなこうやってね。んはいまあ、っていうことでね、まあ、あの9時14分って書いてますけどおやすみなさい。